庄司サイドを変えてジュニーニョまでいるんですが、もう一回庄司に戻して、ここで縦が入ってきた。重弘打てるか、かっさらったジュニーニョ、宮吉、小山津、京都先制点。リスタートからでした。これですね、矢田のその横パスを奪われてですよね、逆サイドよく詰めてましたし、まあ、交代選手で入った矢田がまだこう準備しきれてない、ウォーミングアップが足りないというところだと思いますね。ファーストプレーをミスしてしまいましたよね。